こんにちは。寒い季節に備えて、そろそろ冬服が気になる頃ではありませんか？そこで今日はこの冬おすすめのニットアイテムをご紹介します。それでは週刊ミロナビ、レッツゴー。週刊夢ひろナビ。今回やってきたのは夢タウン広島1階サマンサモスモスケイッティオ。ただ着るだけでなくライフスタイルを楽しむのがテーマのブランドショップ。大人のベーシックカジュアルを提案するサマンサモスモスブルーと、着心地が良くぬくもりのあるサマンサモスモスの2つのブランドを軸に、気取らずナチュラルに暮らすこだわりのあるスタイルを提案します。平店長にお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。早速ですが、サマンサモスモス、この冬おすすめのニット、どんなアイテムをご紹介いただけますか？はい、こちらのスラブジャガードニットのチュニックがおすすめとなっております。コーディネートを組んでみましたので、いつみださんぜひ着てみてください。わー、ありがとうございます。では早速着替えてみます。ざっくり大きめのジャガード柄は今シーズンのトレンドアイテム。お尻がすっぽり隠れる丈なので、さりげなく体型もカバーできます。細身のパンツはもちろん、今年はあえてロングスカートや私が履いているようなゆったりめのデニムで、リラックス感のある着こなしもおすすめです。サマンサモスモスケイッティオでは11月7日木曜日から13日水曜日までノベルティフェアを開催いたします。ぜひ遊びに来てください。夢タウン広島1階サマンサモスモスケイッティオで皆様のお越しをお待ちしております。